フェルナンド・フェルナンデス・サバテール・マルティンは、スペイン・サン・セバスティアン出身の哲学者、倫理学者。1947年にギプスコア・ケンサン、セバスティアンで生まれた。10年以上にわたり、バスク州のバスク大学で、倫理学の教授を務め、その後、マドリードのマドリード・コンプルテンセ大学の哲学の教授となった。バスク地方のいくつかの組織で、 テロリズムとバスクナショナリズムに反対する平和気球活動を行っており、モビミエント・ポルラッパスイラのビオレンシア、ヘスト・ポルラッパス、ホロイルムア、バスタジャ、などに参加しており、ハビエル・サダバラと共にテロリズムに反対の立場を取っている。2007年9月、中道の新政党である連合、進歩、民主主義の決闘時には発起人の一人となった。2008年には、 プラネータ賞を受賞し、2012年11月には、オクタビオパス賞の詩、随筆部門を受賞した。その思想は、フリードリヒ・ニーチェとエミール・シオラン、そして、バールーフで、スピノザの影響のもとに形成されており、ホセオルテガイ、ガセット以来のスペインの、性の哲学の系譜に連なる。また、緻密で重厚な哲学書よりも、鋭い信言を織り混ぜた。 軽妙なエッセイを数多く表しており、スペイン国内だけでなく、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国においても幅広い読者層を得ている。また、新聞に執筆しているコラムもよく読まれている。自身を不加値論者、親衛派、ボルテールの伝統の啓蒙活動の守護者と定義している。主要なものとして以下の著作がある。ありがとうございます。